よし、じゃあ時間になりましたので、今日は模擬レース的な一周10秒ぐらいなのかな。よし、それでは行きましょう。まずは長澤選手からです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。の確認からコースオープンします。出走ドライバーはレンタルミニ。これは長さんね。はい、よいしょ。はい、ポンダ OK です。普段絶対レースに出ないボディだね、これ。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。じゃあ一応マーシャルいいですか。すごい申し訳ない、うん、はい、それでは1分走ってもらって、ベストのリラップ合計で予選の順位決めます。それではスタートします。レースを開始します。レンタルミニスタート。あ、いいよ、いいよ、出てもらって、うん、ではあーやってもうたさあ少なくとも2周をしていきたい。ベスト近くでしょ。うん、まあまだまだ全然時間ありますよ。まあ1周目は17秒台。さあ2周目が10秒6。10秒25。合計タイムが20秒8です。さあ10秒2を並べてきた。20秒52が合計タイム。もう一周できる。10秒3、これが最終周。レース終了です。マシンを回収してください。20秒52がベストタイム、合計タイムです。はい、それでは続けて今度谷健さんですね。その次が、池田さんで、最後は伊藤さんでいきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは谷健はい、ポンダ OK です。準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。レースを開始します。谷健スタート。さあ計測ライン通ってから、ここから1分間。さあ1分10秒67。さあ2周目9秒46、トップタイムです。余裕で9秒4出ちゃってる9秒59。今9秒4、9秒5と並べてトップタイム19秒0。さあ9秒52、わずかながらベストタイム更新しています。9秒8。もう一周できるかな。もう一周できますね。さあこれが最終周。レース終了です。マシンを回収してください。全周9秒台で回ってきました、谷健選手。やっぱり重量落ちたんですよね。もしかして、うん、落ちてるよ。俺もともと電池死んでるからあんまり変わんない。はい、今日それで初出場の池田選手。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはレンタカー。
差が出にくくなっていいのかもね。ちょっとはい、飛んだ OK です。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。レースを開始します。まだレンタカースタート。2周目13秒台さあこの周はタイム上げてきました。12秒1ベストタイム。さあベスト12秒1と12秒4です。レース終了です。マシンを回収してください。17です。はい、お疲れ様です。さあそれで最終ドライバー伊藤選手です。現在谷向選手が18秒99のベストでトップです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは伊藤 NR02 のタイムを抜くには9秒49が2回必要です。はい、コースオープンしています。はい、ポンド OK です。それではスタートします。プラクティス終了です。それではいきます。レースを開始します。伊藤 NR02 スタート。ケースラインを通ってここからスタート。1分間です。はい、1秒9。さあ2周目9秒9、2番手タイムです。9秒81、2番手タイム。9秒90。斉藤選手はすげえラップがまとまってます。2番手タイム。さあもう一周できます。この周も9秒8、これが最終周。レース終了です。マシンを回収してください。2番手でゴールです。トップは谷健選手、2番手伊藤選手、3番手が長澤選手、そして池田選手という予備予選。何積んでもらおうかな。キャビン積んでもらっていいですか。はい、それでは予選は3分間でやってきます。2人2人でいきましょう。予選3分間の周回レースが長澤選手と池田選手からで、2組目が谷健さんと伊藤さんでいきます。
じゃ4時から行きます。ちょっとね、池田さんが今マシン変えたから、ああちょっと練習走行して。今までなんかトレーニングモードだった。
シャッフルでいいんだって。シャッフルでいいの？年金シャッフル。タイミング良くなりますね。よし、じゃあ行きましょう、行きましょう。はい、それでは池田選手のマシーンも調子が良くなったということで、まずは長澤選手と池田選手のプラクティススタート、プラクティス時間は2分、はい、池田選手コースをオープンします。出走ドライバーはレンタルミニ、レンタカー。今度はせーのでスタートして3分間で何周できるかやります。はい、いいですよ、まだ今練習時間なんで。はい、2人とも混んだ OK です。はい、それではそろそろスタートしましょう。プラクティス終了です。じゃあ並べてください。そこの長澤さんの前からスタートです。赤テープね、うん、あ、ごめん、うん、そっちの、うん、そっか、あ、ごめんごめん、そこじゃないんだ、うん、向こう向こう、うん、そう、それ、それ先頭。はい、今日じゃあ池田さん初めてってことで一回スタートの練習で聞いてもらいます。練習です。レースを開始します。これでスタートです。本番も一緒のタイミングでいきます。レース終了です。マシンを回収してください。はい、それでは3分間の予選です。スタートします。レースを開始します。はい、フライングラッシュ。あ、長澤さんのボディは外れやすいようなので、場合によっては池田さんっていうの、え、あっしゃんだ、さすが本気プロですから、うん、さあまず1周目は長澤選手がトップ、池田選手もそれに続く2秒の差。さあ池田選手は予備予選の自己ベスト早くも抜いてますね。車良くなってきているようです。さあ池田選手が11秒1、長澤選手が10秒1がベスト。さあ池田選手はずっと11秒台前半のペース、一方長澤選手は10秒1ぐらいのペース。さあレースは5周目に入っています。長澤選手が今6周目に入ったところ、ベストが2周目にマークした10秒1、池田選手もここでベスト11秒09、10秒台目前です。さあここで長澤選手が10秒06、9秒台目前。さあ、池田選手が11秒06、ベスト更新。さあ間もなく折り返しの1分30秒になります。池田選手もし速い車来たらどっかで譲ってあげてください。はい、ありがとうございます。 あれはないな長澤さん、あれはないな。さあ長澤選手はここでパスして11周目、池田選手が10周目に入っています。
さあ長澤選手が9秒台入れてくるのか。お、ここで池田選手が11秒03ベスト更新。残り時間が1分。さあな、池田選手10秒台入れてきました。10秒983。長澤選手は10秒015。もうちょい残り40秒。さあ残り間もなく30秒。長澤選手は16周目、池田選手が15周目。さあ池田選手ここで10秒91ベスト更新。残り15秒。さあ残りが5秒です。さあお互い最終ラップに入っている模様。ここで3分。レンタカーゴール。池田選手レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。18周4秒。そうすごいよ、だって1ラップしかされない。全然上手です。俺も受けてるし。あ、そうそう。9秒入るし。さあまずは18周4秒、ここがまずトップタイムとなりました。続けて谷健選手と伊藤選手のヒート。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは谷健、伊藤 NR02。いいよ、ゆっくり直してもいいよ。はい、谷健さん OK です。はい、全車ポンダ OK です。練習時間1分あります。待っています。はい、それで行きましょう。並べてください。プラクティス終了です。前が谷健さん、後ろが伊藤選手。はい、ありがとうございます。スタートのタイミング先ほどと一緒で行きます。それでは本番行きます。レースを開始します。はい、 OK です。はい、2人が計測ラインを通ってきました。さあまず2人とも9秒8で1周目を置いています。さあ2周目、谷健選手が9秒8、伊藤選手がトップタイム9秒78をマーク。後ろを走る伊藤選手がまずトップタイム。さあ谷健選手がトップですが、伊藤選手が0秒5後方。さあわずかに谷健選手にミスだったか。伊藤選手ぴったり後ろ。さあ伊藤選手は0秒5後方です。大時計1分になります。さあこれ谷健選手がヒートのベスト9秒70をマーク。さあ谷健選手再びトップタイム更新9秒608。伊藤選手との差が0秒9に広がっています。さあ伊藤選手はここでベスト9秒75、トップまで0秒9、折り返しの1分30秒になります。2台が10周目に入ったところ、谷健選手に若干ミスがあった。0秒32差が縮まる。さあ谷健選手
とミスだったか。ここで順位が入れ替わります。伊藤選手12周目に入ったところです。さあ谷健選手は今総合順位で長澤選手と2番手争いしています。もうワンミスあると分からなくなります。残り50秒。さあ伊藤選手はこのままいけば19周ペース予選トップで押そう。残り40秒。さあ伊藤選手が計測ライン取ってきます。シルバーのマシーンこの周9秒8で回っています。谷健選手2番手トップまでは3秒。このままいけばなんとか総合2番手でゴールしてきそう。残り20秒。谷健選手は18周ペースですね。長澤選手も先ほど18周回ってます。残りがまもなく10秒。さあ谷健選手ペースいいです。後半2秒2ぐらいまでトップまで差詰めてます。ここで3分谷健選手ここでゴール。18周0秒予選2番手です。伊藤選手が1レース終了です。マシンを回収してください。8秒。いつもはこれで決勝行っちゃうんだけどもう一回予選やることもできる。どうする。いい決勝でいいですか。全員決勝6分で行く。ああじゃあ行きましょう。じゃあ、うん、あできるよ。やる。やじゃあもう一回予選やろう。ちょっと待ってね。結局組み替えはないのかな。組み替えはないです。じゃあまた長澤さんと池田さんで4時15分からでもいいですか。はい。先ほどの予選と全く同じことをもう一回やります。長澤選手は何かを変えないと9秒台無理ですよ。これ9秒台がマシンチェンジですか。オデッセイのオデッセイのヤンキー切っちゃうしかないよ。長澤さんマジで本当に それではそろそろ時間になりますので、予選の2回目始めます。よし。
プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはレンタルミニ、レンタカー。さあ、先ほど長澤選手が18周4秒で3番手。谷健選手まであと4秒というところになってます。今回初出場池田選手が16周3秒が予選1回目の、リザルトになってます。はい、 OK です。本当 OK です。12.19。 はい、ポンダ OK です。それでは長澤選手の準備ができたらスタートします。 OK、 はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。前が長澤選手、後ろが池田選手です。はい、ありがとうございます。スタートタイミングは1回目と全く一緒です。それでは予選2回目3分間スタートします。レースを開始します。はい、OK です。さあ、計測ラインを通ってここから3分間です。最終目、長澤選手が10秒3、池田選手が11秒2。長澤選手が10秒2。池田選手11秒1。さあ、長澤選手はこの段階で10秒06。さあ、長澤選手が100分の1秒刻んでくる10秒05。あと池田選手は転んでます。はい、クリア、ありがとうございます。50秒経過。さあ、刻んでくる10秒01。マジで1分経過。10秒02。さあ、ここで池田選手が10秒98、このヒートのベストです。さあ、さらに刻んでくるはまだ10秒017。マジかよ。6周目にマークしたベストと全く同じタイムだった。さあ、動揺してしまったが、この周10秒8。それでも1回目の、ペースは超えると予想されています。長澤選手10秒1。さあ、時計が残り1分。長澤選手が13周目に入ったところ。お、来た、やっと来ました。9秒928。やっと9秒台が来た。同じ9秒台さあ、残りが40秒。さあ、長澤選手が16周目に入ります。残り2周という計算。おっと、ここでミス。でもね、ウェイトがあるから大丈夫です。残りが20秒。残りが10秒。さあ、2人ともこれが最終周。ここで3分です。
レンタルミニゴール長澤選手ゴール18秒4秒6、レース終了です。池田選手もマシンを回収してください。16周回ってきました。16周9秒です。苦しいね。はい、それでは予選の最終ヒートです。組み替えがなかったけど出走順が伊藤選手は今度先のスタートになります。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは伊藤 MR02 谷健。はい、谷健選手 OK。 さあ先ほど予選1回目はミスってしまった谷健選手、ここで逆転 TQ なるか。はい、伊藤選手も OK です。準備ができたらスタートします。はい、じゃあ並べてください。プラクティス終了です。前が伊藤選手、後ろが谷健選手です。さあ TQ タイムは伊藤選手の19周8秒となっています。それではスタートします。3分間、レースを開始します。はい、フライングなし。さあレースがスタートしました。おお、さあまず谷健選手2番手のマシンが9秒500、これが速いタイムです。さあ現在ほぼ差がないですね。100分の5秒差でわずかながら伊藤選手がトップ。30秒経過。おお、ここで谷健選手が前に出る。5周目です。さあ谷健選手、あとは予選1回目の伊藤選手のタイムが目標となります。50秒経過、トップは谷健選手、0秒後後方に伊藤選手。さあ現時点で2人とも予選1回目の TQ タイムを超えてくるというペース。1分経過、8周目に入っています。谷健選手トップ、伊藤選手が1秒1の差。ただ2人とも TQ ペース、予選1回目のペースを超える、走りをしています。さあ折り返しの1分30秒、2台が10周目に入ったところです。谷健選手差を広げましたね。伊藤選手と1秒76の差。さあ伊藤選手まだ予選1回目のタイムを超えるペースです。谷健選手に何かあるとまだ TQ の可能性を残しています。さあ13周目に入ってくる。大時計残り1分、2台とも19周ペース。前を走る谷健選手、もちろんこのまま行けば TQ です。残り50秒。さあ現在2台の差が1秒8となっています。残り30秒。さあ谷健選手は17周目、ゴール予想19と表示されています。残り20秒。さあ伊藤選手先ほど19周8秒でゴールしていますが、谷健選手は5秒近辺でゴールしてきそう。3秒ほど余裕があります。残りが5秒。さあ最終周に2台が入っていきます。ここで時間です。3分、谷健ゴール、谷健選手ゴール、 TQ タイムです。レース終了です。マシンを回収してください。予選は谷健選手トップ、伊藤選手が2番手、3番手が長澤選手、4番手池田選手です。じゃあリバースグリッドだな。これいいじゃないですか。はい、決勝は4台全員で6分間になります。
じゃあ半からでいいですか、5分後。じゃあ4時半からスタートします、決勝レース。最近そういうのあるんだよね。なんていうか絶対スピードがないって言われると あれでも何かが違う、何かが電池かも、電池っぽいよね、電池何回も使っちゃうと良くないかも、電池 2,3 回は使いますけど、でもほら2ヶ月も1ヶ月も経ってない、前は簡単に使われてるんで、今日はじゃあジャンケン大会でこの商品の定義を決意わかりました、見たことない、ハイポイント確か設定できるんですよね、あ、でも説明書がね、説明書あります、なんかあと ICS が何か違う、モーター指定数とかあり、 ICS は一回お店の人がやってくれたんだ、ダメだったのかわからないんですよ、大丈夫大丈夫、長澤選手がいるから、いやこの店長いるんですよ店長がラジコンの店長、これはパソコンがないとできない、あと あるけどなんかできるやつが、あ、はい、もううちだったらこれパソコンでやれるから、ノーマルですよね、
確かにあれじゃ遅すぎるな、いくらなんだろう。もうちょい回りそうな音してる。ん？音的にはもうちょい回りそうな。あ、そうだね。ノーマルですね。ノーマル。ジャイロちょっと優しめにしておくっていうことになりましたけど、いや、そうでもない。そうですか。90入ってるもんね、最初から。初期値ですよね、多分90って。でもステーリングはね、でもスピードが遅いのはあんま関係ないからね。なんだろう、ハイプンじゃねえのか。こっち、こっちないよね。道を上げたんですよ。これで上げちゃってるんで、それあれじゃない、それトリムだ、うん、あ、あ、前だ、そっかそっか、うん、で、握っといてあげるんだっけ。これだよね。ハイポイントは右で下か上かにどんどん押していくと、ね、どっちが持ってるんだっけ。でもいっぱいな、ピリピリってなればなるのか。これだ、これ。スロットルトリガーを目いっぱい全身側に操作して、その状態を保ったまま、全身なの、握ったまま全身だよね、逃げるんだよね、うん、でスロットルトリガー A をクリックします。今ピピピって言ってる、うん、それでいいんじゃない。下げるときは今これ下げる、あ、それで下げる、音が変わっていってるから、うん、あ、これでいっぱいですね。で、これをそれだけだね。ノーマルモードを通信でリセットする。なんか力強くないよね。最近買ったんだよね。1ヶ月ぐらい前ですかね。はい。うん、ビッグボスもすごいですね。ビッグボスってわけじゃないしね。うん、でも滑ってないね。だから、ゴルフマイクをします。はい、ありがとうございます。あ、で、どうします。あ、どうぞどうぞ。その使います。いえいえ、どうぞ使います。あ、そう、使います。はい、それでは全員決勝の6分間始めていきたいと思います。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはレンタルミニ伊藤 MR02、 レンタカー谷健。はい、谷健選手、ホンダ OK です。長澤選手 OK。 伊藤選手 OK です。
ハイテンシャポンダ OK です。それではいきましょう。並べてください。一番前がプラクティス終了で、2番手が伊藤選手、3番手長澤選手。あれごめん、ちょっとこれ間違ってるな。なんでだ、1、2、3、なんでだ、1、2、3、ちょっと待ってくださいね、はい、なんかソフト。レンタル体験、そうですよね、うん、はい、OK です。すみません。それでは並べてください。OK ですね。それではスタート音、ランダムに変わっています。フライングしたら最後尾につけてください。それではいきます。6分間です。レースを開始します。9秒68ベストです。谷健選手がトップタイム更新9秒54、長澤選手が10秒1、池田選手が10秒80マーク、伊藤選手9秒67、長澤選手が10秒07。さあトップ谷健選手8周目が入っていった。それを伊藤選手が8周目1秒1の差、長澤選手が9秒880、すごい速い。現在3番手、さあ4番手の池田選手も自己ベスト出てますよね、10秒76。はい、ありがとうございます。さあ伊藤選手がトップ、1秒76、変わってないですね。6位3で争われます。決勝、伊藤選手はここでベスト9秒63。さあ谷健選手が13周目、伊藤選手も1秒9候補。さあここで池田選手10秒734、今日のベストタイム出てます。さあ2分経過したところ、まだ4分あります。3番手長澤選手、さあここで谷健選手が9秒409、今日レース全部通じてのトップタイム。さあな、池田選手10秒679、ベスト更新。池田選手もみんなに車をチェックしてもらい、タイム上がってきています。2分30秒。トップ谷健選手はもうすでに長澤選手までラップ、そしてここで9秒386、今日のレースのベストタイムをここでマーク。さあ伊藤選手と3番手長澤選手は6秒9の差、折り返しの3分です。さあ現在同一周回争っているのは伊藤選手と長澤選手、ここが大体6秒から7秒ぐらいの差。さあ池田選手後ろからトップが、はい、ありがとうございます。3分30秒経過。
さあ6分間の決勝、大時計まもなく4分になります。谷向井選手がスタートからずっとトップをキープ、現在25周目から6周目に入るところ、さあ長澤選手、伊藤選手は同一周回で頑張っていたが後ろに迫ってくる、さあ谷健選手はすでに2番手まで6秒近い差をつけている模様、さあ4分30秒、残りが90秒、長澤選手もなんとか2番手、伊藤選手と現在同一周回、はい、池田さんありがとうございました。トップ谷向井選手が横を通過していった、さあ谷向井選手がものすごいペースで1人31周目から32に入っていく、ゴールと38と表示されています。残りがちょうど1分、さあレースは33周目に入っていきます。残りは5周、トップの谷向井選手、さあこれで伊藤選手が長澤選手をパスしてきましたね。長澤選手後ろからトップが来ます。残り40秒、残り30秒、残り20秒、アイキラスありがとうございます。続けてトップを置きます、ありがとうございます。残り15秒、さあ谷向井選手が前、伊藤選手2番手のマシンもラップしようかというところ、残りが間もなく5秒、さあトップ2台は最終周入っています。ここで6分、レンタカーゴール、池田選手ゴール、伊藤 NR0 ゴール、谷健ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。38周7秒、2番手が伊藤選手、3番手、長澤選手、4番手、初出場、池田選手です。はい、じゃあ谷向井選手以外でじゃんけんしましょう。谷向井選手、はい、それではじゃんけんいきますよ。最初はグー、じゃんけんポン、決まらない、あーいこうでしょ、あーいこうでしょ、おっしょ、じゃあ長澤さんと、あ、3人か、そこでいいのか、3人だよ、はい、じゃんけん、いいの、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、最初はグーじゃんけんポン、おわはい、お疲れ様です。じゃあ、写真撮ります。車の写真撮ります。じゃあ戻るんだよね。緊張しますね。緊張しますね。初めてですね。十分です。でもちゃんと早くなったって言ってたから周りが見えてるから。すごい。それは。うん、全然転んでない。全然転んでない。